HP クラスルームマネージャーにより先生はマウスをクリックするだけで授業の管理やスムーズな進行生徒一人一人への効果的なサポート学習意欲が向上する共同学習の促進を行うことができます。この動画では質疑応答モードアンケートなど生徒の理解度を把握する方法についてご説明します。 生徒一人一人に必要とするサポートが可能となり学習意欲の向上、学習成果の向上に効果のある授業が実現します質疑応答モードでは五つの質問の種類が用意されていますここでは答えを入力するを使ってみましょう先生は火山についての授業を行っています生徒たちの理解を把握するため 最も活発に活動している火山はどこにありますかと質問を作成し、その回答を入力しておきます。生徒の端末に質問が表示され、それぞれ回答を入力します。先生の端末には、生徒が回答した順番と正解・不正解が一目でわかるよう、正解した生徒は緑、不正解の生徒は赤で表示されます。 このように質疑応答モードを使用すると、即座に生徒それぞれの理解度を把握することができます。また、先生はアンケートを使用して生徒たちの理解度を把握することも可能です。アンケートは選択およびはい、いいえで作成でき、生徒たちの回答はグラフで表示されます。また、アンケート結果に応じたグループ分けも可能です。 HP クラスルームマネージャーにより、先生は生徒一人一人の理解度を把握しながらスムーズに授業を進行することができます。詳細な情報についてはウェブサイトをご覧ください。30日間無料でお試しいただける評価バージョンもダウンロードできます。